ゆりです。この時期よく道端で白い花をつけているのを見かけると思います。白い花綺麗なんですけどね、うちのこれ庭の一角なんですけど、植えてないのに生えてる状態です。6月くらいにはユリクビナガハムシの幼虫がこの高砂ユリにたくさんついてましたね。糞を背中に乗せて過ごす幼虫なんですけど、オレンジ色の花粉をつけているのがヤクで、その下に見える緑っぽいのが中東ですね。白い花弁を6枚つけています。横から見た時にこの赤紫色の筋が入るのが特徴みたいなんですけど、なんかないのもあったりするみたいです。